はい、それでは当院のエンジンのハンドピース、タービンのハンドピースエンジンのコントラの消毒を紹介させていただきます。当初は高圧蒸気滅菌オートクレーブを使ったんですけれども、時間がかかることとタービンの耐久性に、難があるので、新しくこのデンティスターというシステムを導入しております。これはまあ原理はその高温のオイルで5分間、滅菌することによって、タービンの持ちも確保しながら個別の患者さんの使ったの汚染を完全に滅菌するというシステムです。110度の高温に5分間つけるみたいなんですけど、じゃあちょっと見せてもらいましょうかね。まず患者さんから終わったら洗浄して、洗浄した後にこのオイルデンティスターっていう、オイルの中に入れます。どんな風なの？そしてこういう感じで今入ってます。はい、でこう全部入れた後に蓋をします。そしてこちらのスタートボタンを押します。あと自動的に5分間、はい、まあ、15分ぐらいかかるんだよねこれね、終わるまでね。で今オイルに入りました。と終わるとどうなの？終わりますとこれが、これでこれしようと思うんですよ。これ一番あれですね、終わると上がってる。終わると上がってきます。オイルだらけになっちゃうんだよね。そうですね。そうすると開けて、終わった後開けまして、ちょっとオイルが、結構ついてますので、 それを落とすために、こっちはねここにつけます。これ何システムって言うんだ、ね、NSK のだけどね、はい、オイルを注油して清掃するシステムだよね。そうですね、はい、やってみて。でこれを蓋をして、蓋をしてこのエアボタンを押します、そうするとエアモードが、まあ、結局コンプレッサーのエアがないとこれは使えないってことね。これ1回じゃオイル切れないんだよね。そうですね。それが患者さんの使うときにね、口の周りにオイル飛んだりするから、1回に30秒、これを1セット、これを2セットやってます、ね、そうしないとオイルがね残っちゃうんだよね、はい、まあ、でも一応こうやって患者さんごとに、まあ、手間がかかりますけれども、私たちはこういうことをやって、気持ちよく診療ができるようにやっているところです。もしご興味のある方はお見せできますのでご覧ください。はい。